歴代スマブラの参戦ファイター解説をしたと思います。で、登場するキャラクターを一人ピックアップして、そのキャラクターの小ネタや元ネタを紹介します。原作や元ネタを知っていると、スマブラがもっと面白くなるかも？それでは、行ってみよう。のキャラクターは？プリプリプリン。プリンはシリーズ1作目のスマブラ64から登場したファイターであり、スマブラデラックス、X4、スペシャルと、すべてのシリーズにて登場しているファイターである。また空中では、5回ジャンプできる能力を持っており、また他のファイターは復帰技が用意されているにもかかわらず、プリンは復帰技がなかったり、さらに風船ポケモンであるためか、シールドブレイクをすると真上に吹っ飛んで即ミスになってしまうという独自の仕様を持っている。今回はそんなプリンを映像と解説とともに見ていこう。プリンは1996年2月27日に発売された、ロールプレイングゲーム、ポケットモンスター化、緑にて初登場したキャラクターである。初登場時ではノーマルタイプのみだったが、2013年10月12日に発売された、ポケットモンスター XY からは新たなタイプ、フェアリーが追加され、ノーマルフェアリーの複合タイプになったポケモンである。またプリンは12オクターブを超える聖域があり、相手が一番眠くなる波長の歌を歌うことができる。またプリンの歌の人気は凄まじく、デパートの寝具コーナーにはプリンたちの子守歌を収録した CD が売られているほどであり、さらにプリンの歌の波形は熟睡している時の脳波と同じ形をしているとも言われ、プリンの歌で眠らない者はいないと言われている。ちなみにプリンは歌う時は一度も息継ぎをしていないため、なかなか眠らない敵を相手にした時は自らも命がけで歌を歌うらしい。またプリンの歌う歌は、住む地方によって変わるらしく、中にはシャウトするようなものまであるとか。また、プリンはスマブラ以外にもポケモン信長の野望のヒロインである、お市のパートナーポケモンとして出演したり、初代赤、緑からソードシールドまでの作品に出演している。など、何かと目立っているポケモンである。また、アニメにおいても突然現れて歌い、その場にいるポケモンや人を眠らせて怒り、マイク型油性ペンで眠った人やポケモンの顔に落書きをして去っていくという、独特の個性付けがされているポケモンである。次はプリンの勝ち上がり乱闘について解説。今作に収録されている勝ち上がり乱闘とは、ファイターごとに決められたルートの順番に CPU と戦い、ボーナスゲーム、ボス戦を含め全8ラウンドを勝ち抜いていくというもの。過去作にあったシンプルに相当するモードだが、今回はファイターの特徴や原作を大きくフィーチャーしている。プリンの場合は初代スマブラ64から参戦しているファイターが対戦相手として登場するというもの。またステージ、BGM も64のもので構成されている。ラウンド1のリンクは64番での1ステージ目を再現しており、またラウンド5のピカチュウも64番の5ステージ目にて登場するピカチュウを意識したものになっている。またラウンド6で登場するルイージ、ネス、キャプテンファルコン、プリンは64では隠しキャラクターだったファイターである。マリオはスペシャルでは1対1で戦うが、64番ではルイージとタッグで登場し、2対2のチームで戦うというものになっている。サムスとフォックスは64番のホームステージがスペシャルには収録されていないため、他のファイターとチームを組んで登場。ボス戦で登場するジャイアントドンキーコングは、64番にて6ステージ目の対戦相手であるジャイアントドンキーコングを再現したもの。スペシャルでは1対1で戦うが、64番は3対1で戦うというものになっている。次はプリンの技の名称や動作などの解説。横必殺技は叩く攻撃。力いっぱい相手を引っ叩く技、シールド中の相手に当てるとシールドを大きく削ることができる技であり、シールドブレイクを狙いやすい技である。また空中では攻撃が出る前に、スティックを上下に入力することで、移動方向をかすかに調節できる。スマブラではシールドを大きく削ることができることから、威力が高い技と思われがちだが、そんなことはなく、原作ではノーマルタイプの威力40の物理技である。上必殺技は歌う攻撃。プリンの心地よい歌で、周りの相手を眠らせることができる技である。メロディーはポケモン赤、緑やファイアーレッド、リーフグリーンなどの、ニビシティのポケモンセンターにいるプリンに話しかけた時に流れるものを意識したもの。下必殺技は眠る攻撃。深い眠りにつき、無防備になる瞬間に自身の中心に爆発的な吹っ飛ばし力が発生する技、ヒット時にズーム演出が発生し、さらに相手をお花状態にする効果がある技、スマブラでは眠る瞬間にプリンの中心部からものすごいエネルギーが出る、という独自の設定になっているが、ただ寝るだけじゃないのか？寝る瞬間だけ、奴の中心部に、ものすごいエネルギー反応がある。原作では2ターンの間眠り状態になる代わりに、自分の HP と状態異常を全回復する技になっている。通常必殺技は転がる攻撃。プリンが転がり相手に突進してダメージを与える技、溜めるほどに威力が高くなり、さらに突進の速度が増す技である。
また突進中にスティックを背後に倒すと、ターンして進行方向が反転することができる。ちなみに最大ための転がるのスピードは、ソニックの走行速度に勝るものに、原作では岩タイプの威力30の物理技であり、技が当たるたびに威力が上がっていく技である、溜めるほどに威力が増す、というのはこちらの効果を意識したもの。そしてプリンの最後の切り札は大きくなる。プリンが大きく膨らみ、触れた相手を押し出して、最後に大きく吹っ飛ばすというもの。こちらの技は原作には存在せず、スマブラオリジナルの技になっている。余談だが、ポケットモンスターソード、シールドにて実装された、ポケモンを巨大化させて戦うシステム、ダイマックスにて、プリンはいわばダイマックスの先駆者、なのかもしれない。プリンのしたアピール時の動作は、ポケモンコロシアムやポケモンバトルレボリューションなどの、ポケモンスタジアムシリーズにおいて瀕死になった時の動作が元ネタになっている。またプリンのつかみモーションなどで起こった時の表情は、アニメにおいて自分の歌で、寝てしまった人やポケモンたちに起こった時の表情が元ネタ。最後にカラーバリエーションについて解説。スマブラ X 以降の、3Pカラーは、ファイアレッド、リーフグリーンの女の子主人公。リーフが元となっている。7Pカラーは、XY のポケモンセンターの看護師が元となっている。